ここ見捨てっこで戦えるかな。あ、ついた。いやー、ジャベリンマップですね。いや、俺はミステッポーで戦っていくぜ。どう考えてもジャベリンマップだ。いや、ミステッポーマップだよ。なぜなら乾燥してそうだから。後ろについた関係ない。ここの開幕、これで見てみ、誰か死ぬから。死なねえわ。死んでる。いや、これめっちゃいい。最初の拠点のジャベリン最強。ほらほらほら、普通きつい。おお、やるじゃん。じゃあ俺水鉄砲はきついかもしれん。あ、単発だこれ。ちゃんと切り替えてけ。かぁ、つうか、開幕ジャベリン3キルで最強です。やるね。あ、まあ、水鉄砲アタッチメントのせいかな。割とロングレンジも威力を保ってくれているような。眩しいっす。ちょ、今めっちゃ敵撃つってだけで無視してジャベリン撃ったわ。UAV だよ。了解だ。 UAV が入った。バッカー。次のハードポイントを確認する。ドリルチャージを放る。なんか仲間にすごいかっこいい迷彩の人いない。まあ、迷彩っつうか、かっこ、かっこ、位置情報を更新。ハードポイントを確保しよう。黄緑のラインかなんかが入った。はい、UAV は戦域を離脱した。ゴースト、ベースはゴーストなのかな。リロード中だ。後に続く。いやー、水鉄砲強すんぎ。AKU といいじゃん。AKU といい勝負かもね。弾薬に関しては圧倒的に水鉄砲だね。ハードポイントは余裕しかない。リロードする。そこジャベリン打ちたいけど、きついな。なんとか、いけない。いや、それっぽい場所に打って、入んなそう、これ。ハードポイントが移動する。待機者。水鉄砲で歯茎がしていこう。おぉ、歯茎がしていく。おぉ、いいね、死んだ。それさ、ちょっと煙たくてさ、視界不良になるよ、一時的に。やめてくれませんかね。いやいや、それで身を隠してもらって。いや、別に快適してるところなのよ。隠す必要はないのよ。いや、おいしい、おいしい。おお、味方かこれ。ああ、いや、ラッチマン弾少ないのが難点だな、マジで。ああ、そっか、元が、そっか、20発かける3しかねえ。やばいっす。ハグキです。はい、だって誰か。ちょっと待って。リーコン、ターゲットエリアが変わった。ハードポイントに向かえ。あ、これきついっす。味方が UAV を配置した。最近ちょっと考えが変わってきたかもな。ハードポイントに入ってると連キルは狙えない。そうやな。周辺をうろちょろした方がまだマシであると。で、ある程度ストリークが強いのを呼べたらエリアに入りやる。俺は学んでしまったようだ。学びを得た。実際だってレーダー呼んでから入った方が圧倒的に有利なわけだし。そうだそうだ。俺がやりたいのこれじゃん。ここミッション完遂まであと半分。次のハードポイントを確認。まあ、リロード中だ。わお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 。ハードポイントが移動した。確保するの。煙たいな、相変わらず。やることなすことすべて煙たいな。ハードポイントに敵がいる。しょうがねえ。友軍へ敵の UAV が飛行中。空兵器が来るんだ。
どの辺に落とすの？わわわ。めっちゃ敵いる。どこ？やばい。マガジンを交換する。なんだこれ、敵どこに密集してんの？あ、ダメ。あ、危ない。次のハードポイントを特定。敵を圧倒してるぞ。この調子だ。よし。ジャベリン撃った。水鉄砲ってサブ効くんですかね？ハードポイントに向かえ。サーブはつくんじゃないかな。つかないってことはないんじゃないかな。今作サブつけても赤点がないから止まった効果ではなさそう。右方がクラスターマインを展開した。カウンターの AB を呼ぶ。了解した。カウンター UAB 私の位置を偵察してくれ。レーダーやで。UAB が全域を選択。ビーコンオンライン。おお。右方が破片表を打った。ただもう戦略がボマーになってる。いや待って。いやボマーマン。ここ適当に撃つだけで強いんだ。マガジンを変える。カウンター UAB。UAB はね、ハードポイントが移動する最初。ジャベリン使うし、地雷使うし、地雷使うし、迫撃砲も使うし、SAE も使うし、もうテロリストじゃん。あ、ちょ、ひどい。ラトロフィーシステム、目の前でジャベリン当たる敵が見えたわ。ダウン。次のハードポイントを特定する。エリアを確保しろ。タクティカルスモークにしたらパーフェクト煙マンや。ここ俺の定番空爆ポジなんだけどめっちゃ見られてる。やったれ。タクティカル。煙マン。上空に敵の UAB。ボマーのスモーク。今プラバンとドリルチャージなんだよ。プラバンを木にする。いで。はい。それは木は投げ方によっては本当に味方の妨害になる。邪魔で。そうだよ。このゲームの未来がみんなサーマルまみれだったら関係ないけどね。ダメ、ドリルチャージ、死ぬ。トロフィーシステムを使う。ヘルプミー。よし、勝ったよ。俺キルは取った。本当じゃ。そのキル一体どれだけジャベリンで奪った命だ。10キルぐらいはジャベリンから。いや、ここのジャベリンをダメだ、気持ちよすぎる。RPG だが使う。だがランチャー。だがランチャー。ハードポイント。でここは高台から RPG。お前はもうランボーだ。ターゲットエリア確認。ハードポイントを確認しろ。あれなんかジャベリンなんだけど。変えるやつ間違った。47レベル。あった、これフロートじゃない。またやった。どこ、そこかよ。痛すぎ。まずはレーダーを積むんだ俺は。これでみんな役に立つでしょう。カエルカスに間違えすぎ。これだ。え、対空早っ。
あ、やばい。俺あのポジ嫌い。次のハードポイントを確認する。あ、ここか。トロフィーシステムオンライン。あ、ここ全然違う。何言ってんだ俺。ターゲットエリアが変わった。ハードポイントに向かえ。敵の UAV が稼働。ちょっとこの距離水鉄砲はきつい。なんか当たった。敵の巡航ミサイルが接近中。うわお。敵がカウンター UAV を上げリードしているぞ。ここ迫撃砲なんて効かないんじゃない？バットハンドオンライン。あ、ついに来た。誰か。誰か。なんか。私の位置を偵察してくれ。敵と対等に打ち合えてない気がするんだよな。さっきから構えが遅いのかこの武器。違いね。ハードポイントを確保しろ。ジャベリンは構えるのが遅いから。リロード中だ。一生負け続けるそんな。味方の UAV が展開を始めた。先に覗いてないと絶対負ける。そこからあなた。あなたには水鉄砲か AKU で。あ、フラッシュ。うわ、キッチン取られたか。はぁ。ハードポイントに敵がいる。そこきついよな。後ろカバーする。きつい。敵のリスチまで回っていくなら別だけど。次のハードポイントを特定する。俺はやるよ。よし。ノー。敵にリードされた。あー、くしゃみ。ハードポイントが移動した。確保するんだ。え、もう取られてんの？ハードポイントは危険だ。エリアを確保しろ。うわ、3人やった。 UAV 偵察飛行を要請する。思ったように動かせてくんねえな。それ3キルしかしてない。何か遭遇戦すべて負けてる。先に覗いてる時しか勝ててないよ。俺は遭遇したくないからな。あ、死ぬ。まぶしいって。次次。ターゲットエリアが変わった。ハードポイントに向かえ。緑のレーザーかっこいいな。あれでも丸見えだよ。丸見えだよね。覗いてるとき丸見えで。丸見えにしてまで。あれ、腰打ちを強くしたいかというか。いや、腰打ちじゃなくてあれ、エイム時。エイム時？そう、エイムの速度速くなる代わりに、レーザーが見えちゃうってアタッチメント。そうなんだ。そう。敵の、視点に映んないように、うまく隠しながら走るとかになるじゃん。腰じゃなくて、できないよ。方だ。やばい。次ここだ。カウントじゃねえ。マウスパッド足りなすぎて今の。パッドでやるか。誰か。援護する。なんでしょうか。ポイントイズヒア。ハドマッチして、それがいい。
今んとこ先に覗いてれば勝ってるから空撃砲が来る回避さあ先に覗いて負けたわはい迫撃こんなに迫撃砲落とさんってよくないひどくね迫撃砲いっぱい降ってくるよ、ねうん、想像の倍降ってくるアルキーズを殺したとき何いや脳汁が垂れそうになったといいわ汚い笑い声が出るわせいを実感してるってことせいを実感してるうわぁ次ここかハードポイントに敵がいるハードポイントを確保しろあーなんか焼けたトロフィー早くよしトロフィーシステムを使うナッチも早く次の出てないんだけど一生出ないいや実はもう出てるんじゃないの出てるのかなレベル足りないことはないのかこれ待って強いやべだ誰か誰かいや、そうです私の位置を偵察してくれはいそこそこ働いたけど下の方なんだと働けもっと働けトルフィシステムトルフィシステムがトルフィシステムにぶっ壊された偵察機構を要請する何よファイナルディスカメラ俺防衛17よ防衛17えらい